待ってコメントが、よいしょ、わあたくさんだるまありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうか冷たいままで。こんばんは、タコさんもありがとう。そう、魔法使いになりました、なりましたなりました。カフェありがとうございました。本当に9分しかいなかったけど、なぜこれになってるかというと、見ててください。今から見ててね、行きますね、行きますからね。確かにハロウィンあと1ヶ月後ぐらい、行きます。どうわかります、今の凄さが。この3つを行きます、行くよ、行くからね、行きますからね。やたこありがとう、失敗してないよ行きます、もう一回。待って、あ、待って、え、なんかしっかり手元映らないですかね、ちょっと待って、えい、どうかな、え、行くね、しっかりしてるから、本当に本当にちゃんとできるから私。ほらほら、見た、見ました、あー、タコさんありがとうちゃんとちょっとこうして手元を映せばいいんだ。ほらほら、見た見ました、ほらほらほらちょっと待って、だって意外と長続きしないな。すごくないですか、やるじゃん、ありがとうすごい、いいでしょ、いいでしょ。なんかなんか面白いことしなきゃだなと思って面白いこと考えてみたら、私これさっきできるじゃんって言ったからこれしようかなってわっ、 I love you ありがとう5個ぐらいはちょっと無理3個で限界それ面白いよ、ありがとう。なんかお手玉が手元になくて、でなんか何投げればいいんだろうって考えた時に、あ、私が最近食べてるこれがあるじゃんと思って、あ、待って、私これできるか、あ、できないわ、これ四角だったらできるかもしれない、これ、あ、ありがとう、ブラボーこやつあと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 ですね、皆さんとお話ししながら折り紙を折ろうかなって思って、1センチの鶴を折りたいなって思って、もう本当に1センチなんです。私の手と比較してみますか美容系かな比較します、はい。でもこれを折りながら何も無言の時間が続けたくはないので、そうなんです、私はこれもできるので、私手が器用なので、爪切れありがとうちょっとやかましい顔しちゃった、ありがとうね。そう、私は手先が器用なので、そう、手先が器用だから何でもできちゃいます。あ、ダメか、これ1時間で終わらないかもしれない、え、そう、ね、私昨日チャットで話したと思うんですけど、ゆーたんが、昨日のゆーたんが可愛すぎるっていうお話したの覚えてますか。わーたこさんありがとう、だるまもありがとうね、覚えてますか。私ゆーたんが昨日のゆーたん可愛すぎる言ったんですけど、昨日のゆうたん見てめっちゃ可愛くて、ですごいなんか中学生だけれどもめっちゃ可愛いなと思って、可愛いなって思いました。本当に、なんだろう、なんかいつもと髪型雰囲気が違ったのかな、なんかめっちゃ可愛くてびっくりしちゃった。そう、いつもと雰囲気が違うとちょっと変わるんだね。で
私は皆さんに宣言したいことがあって、あれですね、勝負髪型は私ストレートに耳かけが勝負髪型だと、今勝負勝負髪型です。私の勝負髪型はストレートに耳かけで、ちょっと研究生じゃなくてもいい勝負髪型っていうか、なんて言うんだろう、自分にすごく似合ってるなって思ったのが、それこそ小越さんの生誕祭の時の編み、なんて言うんですか、ウェーブにここを三つ編みしてるのが、なんだろう、研究生だから髪巻いちゃダメのルールを破ってもいいとしたら、それが勝負髪型ですね。特別特別の時はそれが勝負髪型って言えるかも。そうなんです。なんか配信してるからかわかんないけど、ちょっと手震えてる、怖いね。そうなんです。あと、なんだろう、4期の話しますか。そう、耳かけストレート、4期の話をするとしたら、なんだろうな、なんかすごい上から目線になるかもしれないんだけど、私は葵ちゃんにすごく、なんだろう、可能性を感じてるっていうと、それはすごく上から目線になるけど、葵ちゃんがすごいなんか光るものがあるというか、葵ちゃんだって、私マネージャーさんに言ったんですよ、葵ちゃんに。あ、待って、確かに1センチのつる折ってます。1センチ、あ、1センチのつる折って、よし。なんか葵ちゃんにすごい可能性を感じてるっていうとすごく上から目線かもしれないけど、本当に感じてて、葵ちゃんに、なんだろう、スタイルも、なんだろう、ちょうどいいし、身長もねすごい綺麗だし、スタイルも良くて、で顔も笑顔がいいしさ、え、これしっかり1センチ測ってるからね、一応。そう、なんかキラキラしてて、私マネージャーさんに歌唱力の時一緒にマネージャーさんと行ったんですけど、その時に、いや歌唱力じゃないな、いつだったかな、いつかの時に言ったんですよ、葵ちゃんがすごいキラキラしてたんですって。でそしたらマネージャーさんが、なんかマネージャーさんもさ、めっちゃ見てる人だから、矯正が外れたからかなって矯正が外れたからじゃないって言ってて、確かにと思ったんだけど、でもそれが理由だったとしても、なんか本当にキラキラしててあー、ありがとう天使のくまちゃん、ありがとうね、頑張ります、つる、ありがとう。そう、矯正が外れたからじゃないって言ってて、確かにとは思ったけど、そうそう、でもすごくなんかキラキラしてて、そう、葵ちゃんがすごくキラキラしてたなって思ったので、この話になりました。だからすごく上から目線にはなるけど、とても可能性を感じるというか、まだね若いしさ、それを私が言うとどうなるんだろうってなるけど、まだ高一だし、なんだろう、葵ちゃんがすごい可能性を感じてるというか、私が、同期の私が言ったところで説得力がないのは分かるんだけど、なんかすごく、なんだろう、なんか見てて光ったんだよなーとか思って、よいしょよいしょ、
待って待って、集中したからまた話が出てこない。でそれで言うと、あのさほちゃんもすごくやっぱなんだろう、スタイルがいいからさ、スタイルがいいし顔も可愛いから、なんて言うんですか、あのなんだろう、新規を取り入れやすいっていうと変かもしれないけど、新規の人が見つけやすいビジュアルをしてるなって、アンナもだけどさ、すごいそう思うな、なぎちゃんも。なんですよね。やばい、羽の部分が羽の部分が折れない。ちょっと待って、えいえい、いや、そうなんだよ。なんかあとね、私何のカレーが食べたいっていう話したっけ、何のカレーが食べたすぎてやばいんですけど、皆さん何のカレー食べたことある？私はもちろんあるから食べたいって言ってるんですけど。あ、トムが来た気がする。え、ぐしゃぐしゃなんだけどこっちの方がいい。できました。亀かな、鶴じゃなくて亀じゃ、あ、危ない、亀じゃないですか。見えます？髪じゃね、鶴じゃなくて髪に見えるけど、なんかピントが合わない、どうして。どう、一応あの頭の部分、あ、こっちでした、反対だった、頭の部分もしっかり折ったんですけれども、見える、髪のさ繊維が見えるんだよね。イエーイ、確かに亀でも鶴でもありがとう。そう、めっちゃちっちゃくて熱っ。そうなんです、熱っ。そう、私のまず勝負髪型はストレート耳かけで、ちょっと持ってもいいよっていう時はここに三つ編みをして、ここがウェーブかなって思う。すごくそれは自分でも似合ってると分かりました。とっても、そう、あ、何の話、何の話は、とにかく何か食べたいよねっていう話をしたくて一つ作るのに何分ぐらい、でもいつもはなんか話聞きながらとか、話聞きながらっていうとちょっと人が悪いように聞こえると思うんだけど、 YouTube 見ながらとかたまにやってて、実はそう、そうなんです、なんだけに話散らかりすぎなんか集中しちゃうと話がさ出てこなくなっちゃうから、どうしても話さなきゃ話さなきゃっていう気持ちになりましたそう、とにかくあの葵ちゃんがすごくなんだろう、 NGT らしいってちょっと思っちゃった。なんかわかるよね、多分みんなわかると思うけど、なんか葵ちゃん自身は寒色系だけど、なんか赤白っぽく見える時もたまにあるっていうか、本当にこれは私の見解だから、みんなが確かに本当にそれだよねって、あのなんていうんですか、赤白に見えるよねって、なんだろう、それでそうだよねっていう話ではないと思うけど、みんなは多分ちょっとわかると思う。あ、やぶね、大道芸の佐藤ひろかです、大道芸人佐藤ひろかです。あ、あ、あ、よいしょ、未来見えてる、本当？私あれだ、あの死神の目持ってるからさ、右目に死神の目持ってるからちょっと視力悪いんだよね、右目の方がなんかトランプでさ、あれやりたいですね、私
トランプであれやりたい、手品がやりたい。マジックショー、マジックショー、やばい、下手すぎる、がやりたい。さあ足元に動物がいるので、私は常にね強い人なんですけど、あとあれです、あの織田信長と同じ線持ってるので、結局何でもできちゃうっていうかさ自分で言うのもなんだけど、あいたそうなんです、自分で言うのもなんですけど、信長の線持ってるっていうのが自分の中のあの強みにもなってるというか。あ、優勝ありがとう。織田信長と同じ線持ってるので、イエーイイエーイ。え、すごいでしょ、初めて見に来てくれる方とかいらっしゃるのかな、これで。え、すごいことしてるじゃんで見に来てくれる方とかいらっしゃるんですかね。あー、すごい、今見た、今あのあれですよ、ノールックでやってたよそう、コーラのラムネです。ごめんねあー、ごめんなさい、ごめんなさい痛かったよね、めっちゃ痛かったよね片手、片手むずくね。2個でやってもいい？2個片手やってみますね。2個片手って何？開いた？ごめんね。2個は余裕なんですよ。2個はね、よく、危ない全然余裕じゃなかった2個は私余裕なんですよ。2個はね、もう余裕、全然、あれ余裕なんですって、本当に余裕なの、私本当に2個は余裕なの。ノールックだってできないノールックだってできますけど、2個でも。あー、くまちゃんありがとう、ありがとうね。2個、ほら2個でもできるじゃん、片手2個でしょ。やばい、頭の整理だよね こうして、あー、なんかでもできる気がしてきた。こうして、あ、これがお手玉だったら絶対に私できます、片手でどっちもできちゃうもんね絶対に2個だったら、あ、違う、お手玉だったら片手で2個できちゃうもんね。ほら、なんかできてきた、ほらなんかできてる気配がするでしょ。交差させて投げるやつ、こういうこと。あ、これはもう余裕ですわだってえ、どういうことだ。ほらなんかできてきた、ほらなんかできてきてる、うまい、私ちょっと才能あるかもしれないもうトランプタワーとか作っちゃおうかな、こうやってみんなで配信コメント読みながらさ。今あのハートの13でトランプタワーが形成されましたで、あ、やばい、どっか行っちゃった、やばい、隠れた。トランプタワー作りたいかもしれない。え、作ってもいい危なかった。トランプタワーやりたいな。ほっ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 てできない、まだそれはできないけど。これさ、同じの投げてると思うでしょ、違うの投げてるんです、一応。あ、できたんじゃない、ちょっとできてるよね。でもこうしてこうしないと、うわっ、ダメだ、なんか手に張り付く、最悪だ、なんか
手から離れてこない。手から離れていかない。ダメだ。難しい。難しすぎるよ。おや難しい。滑ったじゃん今。待って、いなくなった。消えた。あ、いた。カジュマー助けてたもん。カジュマー助けてたもん。カジュマコラボ配信です。遠近法、遠近法。カジュマー助けてたもん。いけたくない？ちょっといけた。待って、私これもやりたい。このこうか、こっちの方ができるか。全然ダメだ。シガーボックスって言うんだ。絶対に無理なんだけど。これ絶対ダメでしょ。軽いから無理だよ。重りでも入れればどうにかなるってことか。じゃあなんか入れますか。なんもないか。今手元にあるのアイシャドウぐらいしかないからさ。でも待って、ねえ聞いて、できそうな気配するから見てて。ここをこうしてまたこうします。できそうな気配するから。ほら見た。絶対見えないよね。待って、もう一回見ててほしい。みんなには見ててほしい。ほら見えないじゃん。待って、いくよ、もう一回。ほら見えそう、見えそう、見えそうじゃない。できそうでしょ。待って、もう一回いくよ。ほら。なんで？いくよ。ほら、なんかできそうでしょ。いきます、せーの。あ、今自分で殴りました。いきます、せーの。あー、惜しいかもしれない。パラッパッパッパーン。カシャンって言った。カシャンって言っちゃった。なかなか難しいよね。そりゃ人にもできるできないはあるよね。いや、でもなんかペン回しでもしますか。できないよね。あ、待って、私才能だ。才能あるかもしれない。ちょっと待って、でもできる、できる気がする。あ、でもダメだね。うるさいんだよね、ペン回しの音って。うるさいんだよね。でもなんかできそうでしょ。なんか今手当たり次第、今手元に戻ってきたんだけど。ねえ、見ました、皆さん決定的瞬間見ました。ちょっと待って待って、あ、待って、あ、ダメだダメだ、ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。もう一回いきます、いきますよ、いきます。あ、ダメだ、ちょっと待って、本当に待って、待って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 、ちょっと待って、待ってください。本当よし、ミュート切りました。いきます。おっ、今ここだった。ねえ、見て見てってよ、見てるよ
ってるの知ってる。あ、なんかできそう。こんな余裕か。こんな余裕ですよね。そりゃ余裕だわ。これはこれは余裕だよ。こんなん絶対ゲームにならないもん。くる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 、あちょっと調子に乗りすぎた。いきますね。ヘリコプターみたいな。あ、でも私一つ特技に書き忘れたなっていうことがあって、イヤホンの絡まりをほどくこと。じゃあ見せますね。ちょうどイヤホンがここにあるので。絡まってないんですけど、ちょっと絡まってはないんですけど、ちょっと皆さんじゃあ頑張ってこう絡ませるって、どうやって絡むんだろうね、イヤホンって。こうやって絡んでいくかな、わかんないな。絡み方がわかんない。どうやって絡めるんですか。やちょっと待って、どんどんほどけてく。ちょっと待ってください。わかんない、絡め方がわからないです。ちょっと待って、私は今逆にイヤホンをこう絡めてるんです。みんながきっとできるわけがないだろうっていうような絡め方をしてます。めんどくさいような絡め方をしてます。そう、ゆなこさんが確かネックレスほどくの特技って言ってたんだけど、なんかそんな特技じゃないんだよね確か。本当はよいしょ、なんかここのさ間とかに通してさ、こうしてさ、こうしてさ、こうしてさ、あ、もうこれは絶対無理なんじゃないですか皆さん。どれくらいでほどくの。じゃあ何秒とかがいいですか皆さん。私は30秒以内にはほどけるかなって。余裕だからな。最近自分のさ、なんだろう、特徴が分からなくなってきた。10秒は無理。40秒ね。じゃあ皆さん、じゃあ30秒長いと。長いんだ。じゃあ間を取って15秒なのかな。じゃあ15秒数えててください皆さん。15秒ね。あ、12秒でもいいな確かに。いや、15秒にしよう。15秒ね。いくよ、絶対数えてね。いきます、よーいスタート。私が強すぎた。全然ダメ。ネックレスとかだったらいいのかもしれないけど、私ネックレスをさ、なんていうんですか、つけたことがないっていう、いうか本当つけたことがないっていうか、公園でつけ始めたっていうか、公園で空き缶とかお茶粉の時につけさせていただいたぐらいで。本当にちょっと短いって言ってるじゃん。ちょっと短いって言ってるじゃないですか。ほら、これ何秒だった。あ、いた。でもこれね、全然つけ心地がなくて、私このまま帰りそうになったんだよー。1分。待って、リベンジしよう。逆に何秒でほどけるかチャレンジみたいな、そうしよう。本当私何も考えないでこれもう結ぶので、本当に何も考えてないからね私。
あの皆さんが思ってるよりも何も考えてないことができる人なんですよ。すべてなんか計算通りみたいな人じゃないので何でもであの考えてるわけじゃないので本当に。よいしょ。トランプとか切る時もあの最初の方は今ジョーカーを一番下にしてって思いながらも結局自分で分からなくなってみたいになっちゃうから。ババ抜きの時とかもこうやって右左のやつあるじゃん、あれいつも自分であのどっちがどっちか分かんなくなっちゃう人なので、あの本当にどっちでしょうって言って相手のことをなんかこっちこっちって言うけど自分もどっちか分かってないから相手と同じ時に自分の結末を知るっていう。もういいんじゃないですかこれは。いいよね、絶対にほどけなさそうですよね。いいよね、トーン記号みたいになってるけど。よし、じゃあ数えててください。じゃあ目標は目標は高く1分。高いってそっちじゃないんですけど、目標は高く1分いきます。よーいスタート。全然難しいな。あ、ルービックキューブやってる時と同じような感覚かもしれない。ルービックキューブの天才感、それっすね、それっすね。やばい、手元が狂う。やばい、手元が狂うとかなんかそんな言葉使ったことないんだけど、この世でルービックキューブする人ぐらいしか使わない言葉でしょ、手元が狂うって。絶対1分過ぎてる。もう手元が狂う、手元が狂う、手元が狂うとは。あ、待って、あー、もう見えてきた。あー、もう見えた、隙の糸見えた、隙の糸。あー、炭治郎ってこういう気持ちだったんだな。はい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 、何秒ですか。はい、1分ぴったり。意外と意外と意外とでした。意外となんかもう絶対1分過ぎてる、もう2分とか思ってたら意外と余裕。あ、ごめん、なんかごめん、物は大切に扱った方がいいよね。いけたいけた、イエーイ、意外といけました。まあね、でもこれは正直言うともう2分でした。あっちゃーってなるのが面白いとは思ったけど、意外となんかぴったりっていう、まさかの意外と意外な結果が出てしまったので、まあそれはそれでいいでしょうというか、なんだろう、なんか器用貧乏ではないけど、器用貧乏ってどういうことなんですかね。よいしょ、やばい、あと何があるかな、身近なものでペットボトルフリップとかでもしたいけど、ペットボトルも今空だからさ、砂糖16個分ぐらいの甘さでいいでしょ。ありがとうございます、ありがとうございます。何があるかな、あと、あ、目つぶりながら文字をどれだけ書けるかとかやりたくて、私どうしてもやりたくて、目つぶりながらちゃんと文字が書けるかみたいな。わかります、言ってる意味。目つぶりながら人って文字書けないらしくて、やりますね、ちょうどやりたかったんだ。じゃあサインを書きます、今から目をつぶって、なんか目つぶるって言っても、わっ、8割のアイマスク、あっちの部屋だ、わあ、壁に書きません、壁を使って。じゃあ今から目つぶるので、あのどんな感じかなって思いながら見ててください。いろいろできる人が全然できませんけど、いきますね、いきます。ここだけ、ここから、ここだけ見させて、ここからね、いきます、よーいスタート。あ、全然わかんない、あ、やばい、あ、もうダメだ、あ、やばい、なんかもう壁描いてない、やばいやばいやばいよね、絶対壁に描いてる気がする。
やばい、口が開く、口が開いちゃう。やばい、今一瞬目開けちゃった、どうしよう、一瞬目開けちゃった気になりすぎて、本当に紙に書いてないか怖すぎて。あ、でもなんか何とも言えない、つまんない結果何とも言えないつまんない結果です。じゃーん、私のサインあのここに T 書くときに一瞬目開けちゃった何とも言えない結果ですけど、あ、全然あり。あ、じゃあみんなこれからこのサイン来ても怒らない目開けてないってだからT 書くときだけ目開けたってちょっと怖すぎて、本当に壁に書いてないか結構大事だからさ。あ、でも今のところは大丈夫そうかな。鏡文字、鏡文字もう私余裕だよ。え、いい、目開けていいんだよね鏡文字って。鏡文字のイントネーションなのこれ。鏡文字、鏡文字、鏡文字はもう余裕だよ。あの、もう書けるよ、もちろん。あ、だって火があるもん。あ、余裕じゃないですか。じゃーん、え、余裕すぎる余裕すぎる火があるからさ、ごめん、6文字ある中で うがちょっと危ないかなっていう感じ。うが、あの、鏡文字じゃない方に。え、どう、どうですか。表はもう、だって私今この景色がさ鏡文字なんだけどさ、あの、しっかりぴったりだから多分皆さんから綺麗に見えてると思う。佐藤ひろか、え、うまいよね。あ、やばい、私才能あるか思ったよりちゃんとした。漢字でやってみる。漢字絶対無理だよ、漢字絶対無理だよ。あ、待って、書き順がおかしくなるかも。うわ、なんかすごい字汚い気がする。え、わかんない。あ、でも一画書いたら下はできる、なんかできちゃう字汚汚すぎるんだけどでもなんか特技にしてもいいんじゃないかぐらい。あ、だるまありがとう。え、どうですか。うまいよね、うまいっていうか、え、でも空間、その空間把握能力みたいな、あの、なんていうんですか、図形のこう奥行きとかのことを、あの、辺の数とか考えてくださいとか、角の数みたいな、角の数、点の数とかは絶対にできない私、残念ながら。やばい、壁ドンして口説いてる人みたいになっちゃった今あのさ、俺空間認識能力なくてさドンって何なのこれこんななんかふざけたこといやでも佐藤ひろかは何回も書いてる文字だから、なんかもうちょっと難しいものにして しませんかちょっと真顔でさ、一回こうやってドンってやってからニュルって、真顔でニュルって出てくるの何なのこれ、ニュルってなんかないですかね、なんか新潟、あ、新潟、緑の森、緑と森の運動公園にする。あ、余裕かもしれない、それは。
だって森があるじゃん森があるじゃないですか。森っていう字はめちゃめちゃそのまんまで書きましたからね。運動の運もそうじゃないかな。あれ運動の運ってこの感じで合ってるっけ。え、なんか侵入ってこうだっけ。分かんなくなっちゃった。だって円もそうじゃん、そのまんまじゃん。なんか気持ち悪いんだけど字が。あ、でも意外とあれ気持ち悪いんだけどとか言ったけど意外と意外といけちゃったかもしれない俺さ意外といけるんだけど意外といけちゃうな。どうしよう、俺意外といけんだけど一瞬の花火とかにする。一瞬の花火、じゃあ横書きにしますね。だってなんか出てくるじゃん。待って、あ、やばい、はみ出した。だって花があるしさ、火なんてそのままじゃないですかただ字汚い人みたいな。え、余裕、余裕だよ俺にとって余裕すごい、ごめんね、どんどん、え、やめ、いなくならないで、配信からいなくならないでください。私本当はこんな人じゃないです。みんなからそんなことじゃない、そんな人じゃないってちゃんと知ってるから火とかもう余裕じゃないですか配信からいなくならない、こんなとか言ってるけど本当にあのちょっとうますぎた、私がうますぎるちょっと何でもできすぎるちょっとうますぎないか。え、あとなんだろう、なんかあります、他上下逆待って、新しいジャンルすぎる。上下逆でしょ、え、どういうこと、上下逆。え、とりあえず認識できればいいってことだよね。だから一瞬の花火にするね。また書く順番間違えた。あ、間違えた。こうだから、わ、無理だ。これ大嫌いだ。これ無理だ。一瞬ののになっちゃったけど。え、むずい。これ難しすぎる。え、めっちゃむずいかもしれない。待って、もう全然わかんない、私これ無理花火の一瞬え、全然わかんないこれ、私ほんとわかんない。鏡、なんかでっかい鏡ないかな、ないんだよな、でっかい鏡。ちょっとみんなにこれで見せていきたいと。めっちゃ自分の配信画面見えちゃった。どう映せばいいんだ、こうか、私が見ればいいんだよねこれを。んこの配信画面を私がここでより覗けばいいんだ。あ、ダメだ、全然ダメ、全然ダメ、これ危ない、危ないからやめとくあ、全然ダメ、ほんと全然ダメ、全然わかりません、私知らない知らない知らない。
なんか絵でも描きましょうか。なんか絵でも描きましょうか。なんか絵でも描きましょうか。お題ください。絵描けるよ。おじゃる丸でも描きますよ私。おじゃる丸をねこう対象として描けますから。おじゃるおじゃ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 、あ、余裕だよこれは。みんなはおじゃる丸好きだよね。え、でも私もなんかおじゃる丸大好きみたいになってるんですけど、なんかそういうわけじゃなくて全然、あのガチャガチャでたまたまおじゃる丸がね降臨してくれたから書いてるんですけど、好きになったっていうか、よいしょよいしょ、なんかめたいとこまで書いちゃったな。おじゃる丸かわいいね。え、すごい平安時代の方のファッションをされてるね。いいね。手がちゃんとね5本あるんだよね。いいよね。みんな何してる今。ありがとう、たくさんレインボースターとかサイリウムとかありがとうございます。ハートもねありがとうね。なんか本当に変な人になっちゃってるけど、あーちょっと絵はダメかもしれない。特徴は掴んでるよね的な。あ、尺持たせるの忘れた。尺持たせるの忘れちゃった。ちょっと待って、一番大事な尺。ちょっと待って、ツル折ってないし今、ごめんなさい本当に。確かにツル折ってないです。めちゃめちゃサムネ詐欺しちゃったね、ごめんなさい。ちなみに1センチのツル見ますか。これです、はい、これです、これです、1センチのツルです。ちょっと待って、あの星野愛とかはしっかり描いたことあるけど、あのもうダメだ、私ちょっと面白いことを探す旅に出ますわ。面白い自分探しの旅に出てもいいかな。トランプタワー作りたいな。メンバー似顔絵だったら誰がいるかな。あ、ダメかも、私苦手そういうの。ちょっとインドに行ってください。修行ですか。アイドルなんですか。一応アイドルなんです。あの私あのこんな配信してるけど、公演の時はちょっとちゃんと人としてあのアイドルとしてしっかりするつもりっていうか、あのするような人だと自分でも思ってるので、あの公演を見ていただけたらちょっと見た目が変わるっていうか、見た目は変わらないんだけど、見方が変わる。そう、あ、滝行に行きます人として。本当に一応アイドルなんです。あ、ありがとう天使のくまちゃん。くまちゃんほらアイドルでしょ。アイドルなんです一応私、あのめっちゃアイドルで、ハートありがとう、ハートありがとうじゃないね、タコちゃんありがとう、ハートもたくさんありがとう、ありがとうございます。もうちょっとこれがちょっとなんて言うんですか、ちょっとだんだんこっちに偏ってきたっていうか、私ここにあったのにだんだんこうなってきた。そう、ギャップをね楽しんでいただけたらなって思いますけど、どうですか。キラキラや星やギフトを投げた方がいい。そう、イベント参加中なのでちょっとキラキラは集めさせていただいています。え、でもなんかいろんな人格が実はあって、いろんな人になれます。だるまもありがとう。うん、私いろんな人格になれますよ。最近見たやつ、最近見たやつはないんですけれども、なんだろう、ちょっとよくわからない。そう、壁ドン人格が、
ベント頑張って直した。ありがとうございます、ありがとう。わかんない、なんかさ、かっこいい人ってとか言うのかな言うんですかね、本当に本当に本当に。天使のくまちゃんありがとうね、本当にありがとう言うのかな、どうなんですかね。ちょっと私本当によく分かってなくて、あの修行がまだ足りないっていうか、本当に本当に。昭和、あのあれでしょ、メガネかけてるみたいな、サングラスみたいな。前座でもそれやらないよ前座はしっかり、私はあのアイドルとして前座っていうか劇場のステージに立ってるので、そうかなり気に、ありがとうございますぜひぜひぜひ、イメージは大切。そうだからイメージは大切って思ってるからこそ、配信の私が全てだと思われたら、もう私はってなるってなっちゃう。そうなんです、そうなんです、そうなんです。後編でも出してこいや本当に、なんて言うんですか、今日は一言でいや暴走じゃない、私は本当になんて言うの、多彩な芸を持っているって皆さんに思っていただけたんじゃないかな。だからルービックキューブはできなくとも、何かトランプタワーとか誰もありがとう、守りに入らないでくださいバレたバレましたそう、守りにちょっとバレたか、守りに入ったのバレたか、そうバレましたか。誰もありがとう。そう、私意外と鏡文字とかできるんですよ。じゃじゃーん、うまいよね、字が汚いけどしっかり書けばもちろんうまいですよ、もちろんもちろんですと思う、もちろんですと思う、もちろんしっかり書けば上手。でも鏡文字って難しいって言うじゃないですか、だからそういうこと。あ、だるまありがとうね。そうなんです。一瞬の瞬とかうまくないですか。でも待って、私一瞬の花火をとにかく上手に描けます。あ、一を描こうとしたらインクが出なくなりました。あ、レインボースターありがとうそう何なのこれ、上手に描きますとか言ってもう最悪です。もうなんかもう10分じゃんでもなんかこの配信すごいずっとみんなが楽しいって思ってくれたら、もう私は悔いなしという感じですね。私はめっちゃ楽しくて、自分が意外とこれできるって思っちゃったからちょっとそれで調子に乗り始めてるけど、調子に乗り始めてるんですけど次9時半からなので、ぜひまた配信見に来てくれたら嬉しいです。いい1時間だった、よかった私意外と鏡文字とかなんだっけ、お手玉だったりとか、あと何してたっけ、あ、ペン回しワンチャン頑張ればできるし意外となんかできてしまうのかもしれない。じゃあ行きます、壇上見しますね。13位ドラゴンさんありがとうございます。12位テスさんありがとうございます。11位カツヒロさんありがとうございます。10位マサさんありがとうございます。9位ビールバラさんありがとうございます。8位フロゴルファーさんありがとうございます。7位山ありさんありがとうございます。6位富之助さんありがとうございます。5位松尾さんありがとうございます。4位カツさんありがとうございます。3位ゆうくんありがとうございます。2位たからさんありがとうございます。そして1位はかわさんありがとうございますありがとうございます、本当にありがとうね、本当にありがとうございます。
なんかもうめちゃめちゃ私がはっちゃけてただけなのだけの配信だった気がするんだけど、でもみんながたくさん見てくれて嬉しかったです本当に。意外と私あつるもね1センチのつるも折れますし、なんかいろいろとできてしまうことが増えた気がします。はい、なのでなのでなんかイベントっぽいこともできたんじゃないかな、このマジックマジシャンハットみたいな、マジシャンハットじゃないね、魔女帽みたいなのをかぶってたし魔女帽みたいなのかぶってたからうまいこと言ったんじゃないかな。イエーイイエーイ。つる以外は何折れるかな、もうつるしか折ったことなくてないんだけど、なんだろう、手裏剣とかも作れないかも。作ろうと思えば作れるのか、作ってみようかな。あ、手裏剣無理だな。でもなんか折れそうなもの見つける、つるしかできない考えてみた時つるしかできない、兜もできない、紙飛行機をなんか自作できるけど、自作紙飛行機を自作できます。一応あ、星なんか3枚折り紙使わなきゃいけないんだけど、星を作ることができる。三角の折り紙を、四角い折り紙をここをパタンって折って三角にするのね、逆三角みたいな、それを3個重ねると星になります。あと紙飛行機自分流にできます。気持ちが折れないようにうまいことありがとうございます。折れないように頑張ります。そう、次9時半からで頑張ります。よろしくお願いします。9時半から星作るね、作って貼っとくね。じゃあ5時半じゃない9時半からそうシンデレラします。明日の予定とかも組ませていただきたいなって思うので、皆さんじゃあエッサをゆっくりお聞きください私は出演してないんですけど、エッサをお聞きください。私はエッサを聞きますそうなんです、今日一応エッサなんです。そうなんです、だから9時半またお話できたらなって思います。ちゃんと落ち着いて次は頑張るね明日とかトランプタワーしたいの、ちょっと朝からトランプタワーできないか考えてみるまたねありがとうございました。またね、ありがとね、またね、ありがとうございました、ありがとう。